国鉄機ハ35系機動車国鉄機ハ38系機動車機ハ38型は日本国有鉄道が製造した一般系機動車である。1987年の国鉄分割民営化後は7両すべてが東日本旅客鉄道に承継された。現在は同社からはすでに形式消滅し5両は ミャンマー国鉄に譲渡され、水島臨海鉄道が一両購入して在籍している。八甲線で使用されていたキハ35系機動車は1960年代初頭に製造されたもので、初期製造グループはすでに製造後25年近くを経過しており、老朽化が深刻となりつつあった。また、周囲の電化線区の冷房化が進み、 非冷房の同系列をそのまま使用し続けることは、サービス政策上、望ましくなく、冷房車の八光線への導入が必要であると判断された。そこで、キハ35系のうち特に状態の悪いものの置き換えを目的として、1986年から1987年にかけてキハ35系の改造名義により7両が、各地の国鉄工場でコストダウンとともに、 国鉄工場の技術力維持を目的として製造され、台車や変速機などの主要機器2機波35型からの発生部品を流用し、合わせてバス用の部品を多用することで軽量化と製造コスト抑制を図っている。トイレ付きの0番台が4両、トイレなしの1000番台が3両の計7両が製造された。いずれも買った運転台であるため、 最小運行単位は2両となる。なお、例番台のトイレは、るり線遺跡時に閉鎖されている。番号の新旧対象は、次の通りである。朝夕のラッシュ時に対応する必要があったことから、通勤系機動車として設計された、キハ35系の扉配置が踏襲されている。このため、キハ十五系と、同じく全面貫通型で、側面に3箇所の両開き扉を備える、 普通構成車体であるが、車体構造は1983年に製造された、キハ37型の設計を基本としており、車体長は19.5メートル、車体幅は2.8メートルである。上高口はキハ35系と同じくステップ付きで、扉は自動、半自動の切り替えが可能な構造である。 キハ35系の外観上の特徴だった外釣り戸は、車体との隙間が大きく陶器に、車内の保温性に難があったことと、ステップと戸袋を設けても、車体強度の上で問題がないと判断されたことから、本形式では外釣り戸を止め、通常の両開き扉となっている。そのため、キハ35系に比べすっきりとした外見となったが、建て形機関搭載のキハ37型の構造を、 そのまま流用したため、新型の横型機関を搭載しているにもかかわらず、床面高さが高く、腰高な印象となっている。側面窓は、バス用のユニット窓を使用し、戸袋窓は廃止している。前面には、前照灯、微灯がケーシング中に水平に並べて配置されている。201系電車等に採用された、前面窓周りにジンカート処理を施した黒い。 外反を採用することで、窓寸法を実際より大きく見せるデザイン処理である、当時流行のブラックフェイス化もあって、その印象は全く異なったものとなった。車体塗装は、クリーム15地に赤、黒帯とされた。車内機三35系と同様、全席ロングシートで、一席ずつ区分された、バケットシートとなっている。ただし、霊盤内のトイレ向かい側の座席のみ。 横向きのボックスシートである。本形式では新生児より冷房装置を搭載している。急行軽機動車や快速型として製造されたキハ66.67型を別にすれば国鉄の一般軽機動車としては初である。冷房装置はこれらと異なり、2階建てバス用の冷房システムを流用したサブエンジン方式の au34 を搭載している。 冷却能力は2 6 0 0 0カロリー h で、通勤用車両としては、若干能力が不足気味となっているため、扇風機も併設している。ただし扇風機は車両ごとの一括制御で、乗客が操作することはできない。暖房装置は、キハ37型などと同様の、温風暖房である。走行用機関としては、キハ37型の DMK13S を、 横型とした新潟鉄鋼所製の DMI13HS 下級機付き直噴式ディーゼルエンジン1機を搭載している。従来の DMH17 系や DMF15HS 系などに比べ小型、軽量、高出力、低燃費で指導性や整備性にも優れている。液体変速機は、機ハ35型からの発生品である新構造機 TC-2A を呼び、 新潟コンバータ DF115A でエンジン出力の向上に対応してトルクコンバータとクラッチ周りに改良が施されている。台車についてもキハ35型からの発生品である DT22CTR51 バイトが流用されている。八甲線色の頃のキハ38に群馬、藤岡駅北藤岡駅間にて落成後は全車両が高崎第一機関区に配置され、 八甲線前線でた形式と根結して運用された。民営化後の1996年、八王子駒川間の電化開業と同時に、八甲線の全機動車をキハ110系に統一することが決定した。これに伴って本形式は全車両が幕張電車区木更津地区へ転出し、くるり線で使用されることとなった。転用に際して塗装が変更され、 すでに同線で運用されていた、キハ30系、キハ37型と同様の、東京湾、アクアラインをイメージして、クリーム地に青のストライプを施した旧、クルリ線色となった。キハ381.3については、同年10月に薄いグレー地に、青緑と青の帯を配した、新塗装になり、他の車両についても後に、この新塗装とされた。その後もクルリ線で運用されていたが、 2012年12月1日をもって、同線の全機動車が機械130系100番台に統一されたため、本形式は機ハ30系、機ハ37型と同時に定期運用を終了した。運用終了後は1両が生体保存され、6両型車もしくは海外へ譲渡された。国鉄一般機動車職となった。 水島臨海鉄道キハ38042013年7月10日、水島臨海鉄道はクルリ線で運用されていたキハ30系2両、キハ37型3両とともに本形式1両を JR 東日本から購入し、リフレッシュ工事を行った上で2014年3月より運行を開始すると発表した。同年5月12日より営業運転を開始し、 2019年3月改正のダイヤでは三菱事故前、水島倉敷士官を平日朝に往復、夕方3往復運行している。導入に際して以下の通り改版され、塗装も国鉄標準色に変更された。本形式にこの塗装が施されたのはこれが初めてであり、額縁スタイルでくぼんでいたブラックフェース部分も国鉄標準色で塗装されている。 このほか、キハ38-2から4、1001、1002は、ミャンマー国鉄へ譲渡され、2014年4月に、1000便で、ミャンマーに輸送された後、現地で改造を受け、同年8月16日より、営業運転を開始した。ミャンマー国鉄では、初となるエアコン自動扉装備車両として、ヤンゴン環状線で2時間に1本程度の頻度で、運転している。近年、 危機整備が行われ、イベント時などに、警的睡眠体験が行われている。ありがとうございます。